ラジオボタンまたはオプションボタンは GUI ウィジェットの一種で事前定義された選択肢のうち一つを選択する場合に使う。名称の由来はカーラジオの選曲ボタンで一つのボタンを押すと他の押されていたボタンが押されていない状態に戻り常に一つのボタンだけが押された状態になる特徴を表している。カーラジオのボタンラジオボタンは二つ以上がグループと なって表示され、例えば丸い穴状のものが一列に並び、選択されていない状態では穴には何も表示されず、選択された状態では穴に点などが表示される。それぞれのラジオボタンの横には一般にラベル、すなわち各項目の説明文が表示されており、そのラジオボタンを選択すると何を選択したことになるのかを表している。ユーザーがラジオボタンを選択すると、 同じグループ内のそれまで選択されていたボタンは選択されていない状態になる。ラジオボタンの選択はボタンそのものあるいはラベルの上でマウスをクリックするかショートカットキーを使うかすればよい。初期状態ではグループ内のどのボタンも選択されていないよう設定することもできる。ラジオボタンのウィジェットの操作だけではその状態に戻すことはできない。他のインターフェース要素を使って 初期状態に戻るようにも構成できるが、マッキントッシュでは、ラジオボタングループの一つのアイテムが常に選択されていなければならないとされている。マイクロソフトウィンドウズ、ユーザーエクスペリエンスガイドラインにおいても、原則として常にいずれかのラジオボタンが規定で選択されているようにすることが求められている。HTML フォームでは、グループ内のどのボタンも選択されていない場合、 フォームの転送時に値が渡されない。例えば、性別というラジオボタングループで、男性と女性のボタンがありどちらも選択されていない場合、性別の値は渡されず、空白値も渡されない。ごく稀に、ラジアルボタンという動きが見られる。ウェブフォームでは、ラジオボタンを表示するために、インプットタイプイコールラジオという、HTML 要素が使われる。以下に例を示す。フォーム。 input type イコールラジオネームイコールシーズンバリューイコールウィンターチェックと冬 input type イコールラジオネームイコールシーズンバリューイコールスプリング春 input type イコールラジオネームイコールシーズンバリューイコールサマー夏 input type イコールラジオネームイコールシーズンバリューイコールオータム秋フォーム属性のグループはネームで定義される一つのグループ内では 一つのラジオボタンだけが選択できる。ユニコード標準のバージョン6では、ラジオボタンを表現するための文字が追加された。コードポイントは128,280であり、ミスレイニアスシンブルズピカタグラフスセクションにある。似た文字としては、セルケルドドット演算詞、ウオノメ、U プラス 25CQ、20丸がある。ウィンディングスにフォントには、 ポジション153と158にラジオボタンに似た、見た目の字体がある。マッキントッシュユーザーインターフェースガイドラインズ参照。ラジオボタン、MSDN ハットインプロパーターミノロジー、ラジアルボタン。ありがとうございます。